だよ、ハイボールだよ。ということで今回はですね、やってきましたハイボール師匠のハイボール講座。わあということでですね、今回はですね、僕も限界です。限界ハイボール、そう、限界を超える。そのためには何が必要かって、やっぱりハイボールに合うおつまみ、これがさえあれば僕は限界を超えられるんです。サンマのアヒージョ、ほんと美味しいの、生サンマ買ってきました。今日の見どころって何かっていうと、僕こんな限界の状態でサンマさばけんのかっていう、これがこの動画の見どころです。ということで、早速やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、はい、ということでですね、やっていっちゃいますよ。ワンプッシュするとワン、なんと自動でトゥーフィンガー出てくる。フォーフィンガー、何を言ってるか、そこらもツープッシュしたのか。いただきます。ありがとう、幸せにする。このニンニクをギリギリで切っていきます。おけつの部分を切っていく。よっしゃー、潰していく。親の仇のように、芯は取り除く。手についたニンニクの匂い、お困りですよね。僕はね、こうやって処理してます。手に残るニンニクの香りでハイボールだ。こうやってください。宝詰めはね、こうこうきちっと切って、種の部分ね、お好みで、この種入れちゃっていいです。種入れると結構辛くなります。サンマのさばき方、これだ。サンマはね、このね、尾ひれのところね、こうぶった切っちゃう。ね、ぶった切っちゃう。で、ここ腹、肛門からこう、歯を入れてくる。まあそうすると、ここね、臓物が出てくるんで、この臓物を、洗うんです。まあこれちょっと3匹分やっていきましょう。首ちょんぱして、ここ入れていく。今回まあサンマでやってるんですけど、他の魚でもね、全然大丈夫です。イワシとかで、こいつを洗うんですけど、内臓はよく洗ってください。指立てていただいて、ここら辺がね、臭み残っちゃうんでね、これぐらい綺麗に洗っちゃう。で、ここをね、よく洗うと臭みがね、なくなりますんで、はい、これぐらいね、これぐらいやっちゃう。はい、で、これを全部やっていく。もしサンマおろせないっていう方、もしいらっしゃいましたら、このままぶつ切りにしてもいい。食べるときに骨残ってるんだけど、もう骨避けて普通のサンマみたいに食べればいいんで。今回はね、気分的に生の肉をさばきたい気分なので、背骨のところに、背骨の上の部分ね、身と骨の部分に包丁当てる。で、もう一気にもう骨と一緒に骨に沿って、こんな感じです。で、裏返してこっちも骨と一緒に、まあこんな感じですね。残ったのは中骨、カラッと揚げて、骨せんべいにするとうまいですよ。手骨の部分ね、はい、こんな感じ。今度はこっち骨に沿って、こんな感じですね。アヒージョにするんで、お腹の骨削いでいきます。これをこうやって削いでいく。はい、こんな感じですね。脇腹の骨をすいて、今回アヒージョなんで皮もね、食べれますね。これね、サンマの場合はね、切るときに脇骨もね、取れちゃう場合もあるんで、腹骨があったらすく取っちゃう。食感が邪魔しちゃうんでね、3等分ぐらい。はい、全部3等分にしてください。サンマはね、下味をつけていく。同じ広げて 100g だったら1g の塩です。もう僕はもう目犬でいっちゃいます。はい、本当にサンマのうまみだけで食べるんで、塩はねちょっとね強めに、 1% 結構強いんですけども、強めにしてあげた方がいいです。これをこうしていきます。これちょっと置いときましょう。切ったニンニク、鷹の爪ですね。はいはい、なるべく高いとこから入れていきます。こうすることによりモコミさんとコラボできるかもしれないです。最初は強火で、じゅわじゅわ言わせていく。シュワッとなったら弱火です。で、じゅわじゅわいってきたから弱火。アヒージョは煮物です。なので低い温度でやっていく、これが重要でございます。弱火でクツクツ煮てる状態です。だから温度的にはもうすごく低温なので、ここにサンマ入れてるとね、全然跳ねない。そういうことなんですよ皆さん、こういう感じですね。ガーリックオイルとこのサンマ香り、ほぼねアロマセラピーで、最近楽しいのがね、地上波よく出てるから、地上波やるとすごいんですよ。1000人とか2000人とか登録者さんが増えるんですよ。で、それって絶対テレビの僕を見て
登録してきてくれたんですよ。私、ひな先生ってた料理家さんだーと思って登録して、蓋開けたらこれだよ。詐欺ですね、これ。今さっきパセリかけちゃったんですけども、全体に火が通ったらもうこれで完成でございます。シャンマのアヒージョできました。うわはい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。食べます、飲みます。じゃあいただきます。まず身をいただいていいですか。うまいね、これね。なんでこんなうまいんだろう、これ。アヒージョやばいよ、これ。塩加減が最高に。ハイボール油との相性がいいんだよね、すごくね。あんまの青臭さってもう全然なくなる。いやいや、これはやばい。あ、こんなところにパンが、親方、空からパンが、あんまのうまみの染み込んだオイル、ピタッと、このサンマの身を、アイルダウン。うめぇ。しみしみ、サンマのうまみが、おお、とってもいい。食わしてくれ。ハイボールが水、このままでも、超うまいんですけど、アヒージョ丼今から作ります。まずですね、この砂糖のご飯などに水にさらした玉ねぎ、水ギューギューン、大体ね8分の1個ぐらいで、これね4分の1個はやったんですけども、のせます。そしてですね、これアヒージョ、これですよ。たまんなくご飯に合うんですね、これね。このアヒージョの油、ほんと少しの醤油、タラッと、ほらほら、世界で一番うまいと思うんです。じゃあいただきたいと思います。いただきます。ガッといきましょうか。ガッと、どうしたらいいかな、それぐらいうまいですね。最高にうまいと思うんですよ、皆さん。これで商売したい。いい？身がホクホクで味染みてて、でこれの味染みた油をご飯にかけてて、醤油とキャリヤキの玉ねぎの食感、棚田さんだ。たまんなくおいしいっす。限界を超えたので終わりです。ありがとうございました。最近動画のコメントで、なんかリュウジさん、お笑い第7世代の割に面白くないですねって言われるんですけど、これだけ言わせてください。僕はお笑い第7世代ではありません。はい、料理研究家です。はい、よくお笑い芸人と間違えられるんですけども、料理研究家なので、はい、普通に芸じゃないです、これ素です。